皆さんこんにちは。ユーゼルマーケティング部開発チームのまみです。今回ご紹介する動画はマーメイドマーブルです。最後まで見ていただけますと嬉しいです。それでは使用する色のご紹介をしていきます。今回は月先生のカラーを使っていきたいと思います。ナンバー13のシアーとナンバー16のシアーとナンバー17のシアーを使っていきます。それにアートジェルとパーツジェル、マットトップと最後にノンワイプトップコートで仕上げたいと思います。とミラーでマジックオーロラのペンシルの81番の方も使用していきたいと思います。今回使用する筆はマルチラウンドとマルチオーバルの2本の筆を使っていきたいと思います。では作っていきます。それではいきます。まず最初にカラージェルの方をランダムにのせていきます。こんな感じでランダムに、カラージェルの方をのせましたら、すいません、アートジェルの方を入れるのを忘れました。こちらのアートジェルを使っていきたいと思います。まずカラージェルをのせましたら、筆にアートジェルを取っていただいて、カラージェルの上から優しくさっと撫でる感じで上でマーブルを作っていきます。上と下にこう下ろしていく感じでマーブルを作っていきます。もともとカラージェルがシアーなので結構薄い感じで透明感のある感じになります。こんな感じで混ざりましたら一度硬化をしていきます。硬化が終わりましたら、この上にマットトップをかけていきます。では硬化をしていきます。マットトップが硬化できましたら、ワイプで一度表面を拭き取ります。拭き取りましたら、ここでパーツジェルのハーディーですね、硬い方のパーツジェルをマルチラウンドで描いていきます。少し筆圧をかけながら、なみなみなみと筆を動かしていきます。はい、こんな感じです。では硬化をしていきます。では続いて、ミラーですね、ミラーの方をかけていきます。です。こちらでちょっと余分なミラーの方は少しはみ出したところとか拭き取っていただいて、こちらでノンワイプトップコートジェルをかけて仕上げていきたいと思います。では硬化をしていきます。完成しました。こんな感じです。手順的にはとっても簡単なので、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。